亀田駅は北海道函館市海岸町にあった国有鉄道函館本線の駅である。初代の函館駅として開業し、駅舎消失による3年間の営業休止の後、1911年に五稜郭駅の開業に先立つ形で廃止された。函館小樽間の鉄道を開設した北海道鉄道会社は開業前に、 現在の函館駅がある若松町の土地を譲り受けていたが住民の様々な思惑による反対運動により若松町を辞めて便宜的に当地に函館駅を開設した。当駅は函館市街の中心地や当時の政官連絡航路で使用されていた東浜三橋の橋毛フ島からも遠く離れており不便であった。その後、不設用地の買収が進み、 状況も好転したため若松町に改めて、函館駅を開設し、当駅は亀田駅と解消して、中間駅となった。しかし当時の亀田村の中心市街地であった、五稜郭と函館市街の双方から外れていたため、利便性が悪く、また一方で、函館駅から 1.3km しか離れていなかったことから当駅の必要性が低下し、 火災による消失を機に営業を休止した後、五稜郭駅の開設の2日前に、そのまま再開することなく廃駅となった。その後、函館五稜郭間の線路を海岸側移転する前まで、投資基地には函館工場の一部が置かれていた。初代函館駅は、駅舎側に乗降用の端式ホーム一面一線と、副本線。 北京駅側の駅舎横に2本の引っ込み線を持つ荷物積み下ろし場、駅裏側に数本の車庫線上に行き止まる側線を有し、本線と副本線は、駅によりカーブを描いて海岸まで伸びていた。終端駅であったが、転車台はなかった。中間駅となった亀田駅は、駅裏側の側線が、函館駅側の渡り線で副本線に合流する形になり、 その外側に、転車台を有する木回し線を新たに有した。また荷物積み下ろし場と2本の引っ込み線は撤去された。専用線は当駅所轄として1907年に、北海道人造肥料会社用が付設されたが、後に、函館駅所轄を経て、五両郭駅所轄となった。北海道ガス、函館営業所用は1912年10月の営業開始までに付設されたが、 すでに当駅は廃止後で、当初は函館駅所轄、後に本線が海側に移転したのに伴い、五稜郭駅所轄となった。ありがとうございます。